HSP70 ファミリーまたはドナックファミリーは普遍的に発現している保存された熱食タンパク質のファミリーである。類似した構造を持つタンパク質は事実上全ての生物に存在する。HSP70 はタンパク質のホールディング装置の重要な部分をなし、ストレスからの細胞の保護を助けている。HSP70 ファミリーのメンバーは 熱ストレスや有毒な化学物質、特にヒ素、カドミウム、銅、水銀などの重金属によって非常に強くアップレギュレーションされる。熱ショック応答は1960年代にフェルッチョ・リトッサによって研究員が誤って症状場への飼育温度を高くしたことから発見された。リトッサは染色体を精査した際、 未知のタンパク質の遺伝子の転写が上昇していることを示すパフ形成のパターンを発見した。この現象は後に熱ショック応答として記載され、タンパク質は熱ショックタンパク質と名付けられた。HSP70 のドメイン構造の模式図。HSP70 はヌクレオチド結合ドメインとシ質結合ドメインという二つのコードに保存された機能的ドメインから構成される。また、 C 末端にはイーブドモチーフが存在する。主要なストレス誘導性の HSP70 ファミリーのメンバーである。1HSP70 のアミノ酸配列。HSP70 の立体構造。NBD は ATP、ADP 結合ポケットを含み、SBD は基質結合ポケットを含んでいる。基質結合ポケットは新調したポリペプチドを基質として結合する。 SBD の C 末端領域に位置するアルファアヘリカルサブドメインは柔軟な二構造を形成する。イーブドモチーフはコシャペロニア他の HSP との結合に関与する。HSP70 タンパク質は複数の機能的ドメインを持つ。HSP70 システムはタンパク質の伸長したペプチドや部分的にフォールディングしたタンパク質と相互作用し、 タンパク質の凝集を防ぐ。HSP70 は、基質ペプチドと相互作用していない時には、通常 ATP 結合状態である。HSP70 自身は、非常に弱い ATP アージ活性によって特徴付けられ、自発的な加水分解は何分間にもわたって起こらない。新たに合成されたタンパク質がリボソームから出てくると、 HSP70 の基質結合ドメインは、疎水的なアミノ酸配列を認識して、相互作用する。この相互作用は、可逆的であり、ATP 結合状態の HSP70 は、比較的自由に、ペプチドの結合と乖離を行う。しかし、基質結合ドメインへのペプチドの結合は、HSP70 の a t p アーゼ活性を促進し、 通常は、遅い ATP の加水分解反応が加速される。ATP が ADP へ、加水分解されると、HSP70 の基質結合ポケットは閉じ、トラップされたペプチド差は強固に結合する。J ドメインコシャペロンによって、ATP 加水分解のさらなる加速が行われる。これらのコシャペロンは、相互作用するペプチドが存在する場合に、 HSP70 の ATPR 自活性を劇的に増大させる。HSP70 は誤ってフォールディングしたクライアントタンパク質のフォールディングと分解の双方の機能を果たす。HSP70 によるクライアントタンパク質のフォールディングの ATP、ADP サイクルの模式図。シャペロンのコンフォメーション変化、ATP の加水分解。 ADP から ATP への交換を伴う過程である。クライアントタンパク質の指基地化とプロテアソームによる分解を促進する HSP70 チップ複合体。チップは HSP70 と相互採用し、クライアントタンパク質に対する指基地ンリガーゼとして採用する。HSP70 は部分的に合成されたペプチド配列に結合することで、 それらが凝集したり、非機能的なものとなることを防ぐ。タンパク質が完全に合成されると、ヌクレオチド交換因子が、ADP の乖離と、新たな ATP の結合を促進し、基質結合ポケットを開く。タンパク質は放出され、その後自身でフォールディングを行うか、または他のシャペロンに引き渡されて、さらなるプロセッシングが行われる。ホップは、 HSP70 と HSP90 の双方に同時に結合し、HSP70 から HSP90 へのペプチドの転移を媒介する。また、HSP70 は、タンパク質が部分的にホールディングした状態を安定化することで、タンパク質の膜を超えた輸送を助ける。HSP70 はリン酸化されることが知られており、それによっていくつかの機能が調節される。 HSP70 は損傷したタンパク質や血管のあるタンパク質の背景にも関与するようである。E3 指チンリガーゼであるチップは HSP70 から指チン化、タンパク質分解経路へのタンパク質の受け渡しを可能にする。HSP70 はタンパク質の完全性を全体的に改善する役割に加えてアポトーシスを直接的に阻害する。 アポトーシスの特徴の一つは、シトクロム C の放出であり、その後、シトクロム C は、アポフマイナス1と、ダットプ、ATP を、アポトソーム複合体へリクルートする。この複合体は、プロカスパーゼマイナス9を切断して、カスパーゼマイナス9を活性化し、最終的には、カスパーゼマイナス3の活性化を介して、アポトーシスを誘導する。HSP70 は、 プロカスパーゼマイナス9のアポフマイナス1、ダットプ、シトクロムシーアポトソーム複合体へのリクルートを遮断することでこの過程を阻害する。HSP70 はプロカスパーゼマイナス9、結合部位に直接結合するわけではないが、コンフォーメーション変化を誘導することで、プロカスパーゼマイナス9の結合を起こりにくくしていると考えられる。HSP70 は、 小耗体ストレスのセンサータンパク質である IR-1α と相互作用し、小耗体ストレスによるアポトーシスから細胞を保護する。HSP-70 と IR-1α の相互作用は、XBP-1 のメッセンジャー RNA のスプライシングを延長し、その結果、界ダム1、RG4、P58 一服といったスプライシングされた XBP-1 の標的因子の転写が、 アップレギュレーションされ、細胞はアポトーシスから保護される。HSP70 は、悪性黒色種では過剰発現しており、人細胞癌では低発現である。乳癌細胞株 MCF7 では、エストロゲン受容体 α は、HSP90 だけでなく、HSP70 から1や、HSC70 とも相互作用している。 レーザー照射による熱損傷領域とそこからの治癒過程は HSP の時間的、空間的発現パターンの変化によって決定される。レーザー照射後の神秘と表皮では HSP70 と HSP47 の双方が発現することが示されており、HSP70 の発現は細胞が破壊の標的となる熱損傷領域を生科学的に定め、 HSP47 の発言は、熱損傷からの回復過程を表している、可能性がある。原核生物は、ドナック、ハスカ、HSCC という3種類の HSP70、タンパク質を発現する。深核生物は、少しずつ異なるいくつかの HSP70、タンパク質を発現する。これらはすべて共通のドメイン構造を持つが、発言や、 細胞内極材のパターンはそれぞれ異なる。人の HSP70 遺伝子と対応するタンパク質を次に挙げる。HSP70 スーパーファミリーには HSP70 と関連したより大きなタンパク質である HSP110、GRP170、Gr スタンパク質のファミリーも含まれる。HSP110 ファミリーのタンパク質は多様な機能を持ち、 酵母のスイッチ P は a t p アーゼ活性は、ほとんどないがシャペロンであり、また、HSP70 のヌクレオチド交換因子でもある。密接に関連した、タンパク質であるスニッピーは、アンフォルダーゼとしての活性はほとんど持たない。現在命名されている人の HSP110 遺伝子を次に挙げる。HSPH2 から HSPH4 は提唱中の名称であり、 現在の名称がリンクされている。ありがとうございます。